最近のこう一体化関連法案と解散時期をめぐるこう地方政策の方法についてはどう評価されるのか。それは政治ですから、これぐらい激しくいろいろ方法があって叱るべきなんじゃないですか。もう最終的にはもう10日、明日ですか、はい、もう採決されるということですから、やっぱりきちんとまとまってるんじゃないでしょうかね。それは政治ですから、学者論議と違いますのでね、倒す倒さないの話がどうしても出てきますから、これぐらい激しい攻防にはなるけれども、最終的にはやっぱり、まとまったということで、いいんじゃないでしょうかね。都構想法案も成立することを期待しています。教育委員会制度については、維新の会としては大きな課題として挙げてますし、というのは教育委員会も、いろんな仕事を抱える中で、やるべきことはしっかりみんな全力を挙げてやってますので、ただやっぱり、全体の流れとしてね、やっぱり制度の再構築は必要だと思いますね。僕は教育委員会の事務局はね、これ教育委員会のメンバーがどうなるか、首長が責任者になるのか、教育委員が責任者になるのか、そこの、なんていうんですかね、再編というかそういうものがあったとしても、じゃあ実際に教育をやるのは誰かといったら教育委員会事務局や教育現場なんですよね。首長に責任や権限を持たせた上で、一定の歯止めをかけるために、新しいその教育委員会制度といいますか、教育委員会が責任を持つんじゃなくて、首長がやることに関してこう歯止めをかけるようなストッパー役みたいな形で、教育の専門家の存在は必要だと思いますけれども、野田首相のその最近の行動なんですけども、その、反原発団体と その面会を調整したりだとか、もともと再稼働、原発の再稼働を政治責任を持ってその決断したというふうにおっしゃってましたけども、今度原発ゼロ その課題をその整理するように指示したりだとか、ちょっと原発政策に対して迷走といったら変ですけど、だいぶブレみたいな形で見えてきてるんですけども、こういった状況についてはどういうふうに言いますでしょうか。いや、短期と中長期をだから、分けてらっしゃるというか、だから今の記者の方の方がそこをごっちゃにされてるんじゃないでしょうかね。だから短期の場合には再稼働再起動せざるを得ないと、僕もだから最後はそういうふうに思ったわけですからね。中長期ではやはり安全性をしっかり確認していかなきゃいけない。枝野大臣、野田首相の閣僚である枝野大臣は、はっきりと原発依存というものはもうできる限り下げるべきだということを言い切っていらっしゃるわけですから、中長期的には依存度下げるということで、首相もそのように考えられてるんじゃないですか。だからゼロという案ももっとしっかりと検討するように指示を出されたんだと思いますよ。最近のこう一体化関連法案と解散時期をめぐるこう地方政策の方法についてはどう評価されるのか。それは政治ですから、これぐらい激しくいろいろ方法があって叱るべきなんじゃないですか。もう最終的にはもう10日、明日ですか、はい、もう採決されるってことですから、やっぱりきちんとまとまってるんじゃないでしょうかね。それは政治ですから、学者論議と違いますのでね、倒す倒さないの話がどうしても出てきますから、これぐらい激しい攻防にはなるけれども、最終的にはやっぱり、まとまったということで、いいんじゃないでしょうかね。都構想法案も成立することを期待しています。